建設中のルースキー島連絡橋ルースキー島連絡橋は極東ロシアのウラジオストクのムラビオフアムールスキー半島とルースキー島の間の東ボスポラス海峡をまたぐ日本ある首都の間が1104メートルの世界最長のシャバリ橋別名ルースキー島橋2012年にロシアで初めての APEC がウラジオストクで開催されその会場となる ルースキー島へのアクセス改善のために連絡橋が建設された。同時に黄金橋、アムール湾横断橋も建設された。2009年に日露両政府が合意の上、日本の大手重機メーカーが掘作機などの建設機械の供給などを通じて技術協力を行った。この橋の完成は APEC 開催までには間に合わないという予測があったが、 当時のウラジーミル・プーチン首相の監視の下で常識を超えるスピードで工事が進められた。2012年4月12日未明に橋をつなぐ最後のパネルが設置され、舗装等の仕上げ工事を行った後、4月13日に完成した。開通式はウラジオス特殊創設記念日の7月2日に行われたが、工事の遅れにより正式開通は8月1日となった。 日本の橋脚の間が1104メートルと世界一の規模である。ありがとうございます。